アロイシウス・リリウスは、イタリアの医師、天文学者、哲学者、年代学者。イタリア語名は、ルイージ・リリオもしくはルイージ・ジリオ。現在世界で広く用いられているグレゴリオ歴の原版者の一人である。月のクレーターの一つ、リリウス、小惑星2346レリオなどは、アロイシウス・リリウスの名にちなんでいる。また、 フレゴリオ歴開始日の1582年10月15日から日付を数えるリリウス日も彼の名を取ったものでコンピュータ科学などの分野で用いられている。リリウスの生涯についてはあまりわかっていない。彼はイタリア南部カラブリアのチロ出身でカラハケに仕えた後ナポリで薬学と天文学を学んだ。その後ベロナに移り住み1576年に死去した。 生前に彼の改歴案がローマの教皇のもとに伝えられたが、これを紹介したのはリリウス自身ではなく、兄弟で同じく医者、天文学者だったアントニオだった。アロイシュース・リリウスはグレゴリオ歴の原作者として知られている。彼は従来のユリウス歴のズレを修正する方法をまとめ、その原稿がアントニオの手で、 教皇グレゴリウス13世紀のもとに披露され、1575年に改歴委員会に採用された。1577年、この委員会は、コンペンディアムノビラ・ティオーネス・リスティチュアンディ・カレンダリウムと題した報告書をまとめて印刷し、改歴に向けた問題提起として1578年前半にカトリック世界中に回覧させた。 リリウスの原稿は現存していないが、その内容は現存する、概要から見て取ることができる。実際に、クリストファー・クラビウスら改歴委員会による審議が始まったのは、リリウス没後6年が経過した1582年のことだった。クラビウスらは改歴に関する答申の中で、リリウスによるエパクトの計算方法の改新案に触れ、これを賞賛している。 1582年2月24日、教皇直書、インテルグラビッシシマスが発令され、すべてのカトリック聖職者に新歴を使用することが義務付けられ、他のカトリック主権者にも、その使用が強く勧められた。2010年、リリウス生誕500周年を記念して、イタリア中の天文学者が記念事業を開催した。ありがとうございます。